ちは、Gです。今回はゲームエミュレーターバトセラの続報です。ご要望が多かったのと、12月にバージョンアップがありましたので、エミュレーターが初めての方でも分かるようバトセラが動くまでを解説します。はじめにお断りしておきますが、ゲームについては思いの強い人から無関心な人まで興味の幅が広いんです。価値観の違いでそれはそうじゃないだろうと思っても、人それぞれ多様なんだと寛容に受け止めてください。まず準備するもの、 SD カードは 32GB 以上、できれば 64GB を用意してください。 Amazon でもクラス10、スピードクラス U1 で1000円程度です。スピードクラスは U1 で十分、 U3 はラズパイでは宝の持ち腐れです。ゲームコントローラーは気に入ったものをご用意ください。これから買われる方は十字キータイプよりジョイスティック付きのものがいいと思います。有線でもいいですが、無線の場合は Bluetooth タイプは避けましょう。基本的に消耗品ですので高価なものはいりません。飽きたら買い替えればいいし、その方が楽しい。購入の前に一言、メガドライブやサターンはコントローラーのボタン数が多いので、セガをメインにとお考えなら、コントローラーによってはうまく動作できないゲームがあります。セガのマニアは仕様を確認してコントローラーを選んでください。画面の URL からラズベリーパイ 4B を選んで、バトセラのイメージをダウンロード。ラズベリーパイイメージャーかエッチャーで SD に焼いてラズベリーパイに挿してください。バトセラを起動すると BGM が鳴って画面の表示になり、コントローラーのキーアサインが促されます。画面の指示通りにボタンを割り当てますが、最後のホットキーが大事で、ゲーム終了ボタンになります。私は L2 ボタンに割り当てています。スタートボタンでメインメニューを表示します。ともかくうるさい BGM を止めましょう。サウンドセッティングスでフロントエンドミュージックをオフに、ゲーム音量も少し下げておきましょう。コーディーメディアセンターは触らないように。システムセッティングスでランゲージをジャパニーズにします。オーバークロックもターボで最高速に。ゲーム設定では2つ機能をご紹介。ゲームリストを更新、これは高頻度で使うと思います。ゲームを追加したり画像をスクレープしたとき、更新するとすぐ反映されます。不足 BIOS の表示ではコンソールごとに不足している BIOS ファイル名が表示されます。一度必要なものを入れてしまえばもう見ることはないですけどね。コントローラー設定でコントロールボタンの再設定ができます。 Bluetooth もサポートされていますが、試してないので分かりません。意味があるのか分かりませんが、テーマ設定でリージョンを JP にしておきました。ゲームコレクション設定で表示するシステムを指定できます。コンソールごとに表示するかどうか指定します。当たり前ですが少ない方が使いやすい。私は最小限の表示にしました。こんな感じ。メイン画面に戻ってセレクトボタンでリスタート、シャットダウンができます。ゲーム開始の基本操作はスタートボタンで、選択や確定はだいたい AB ボタンですね。
ゲーム終了はスタートホットキーまたはスタートセレクトの同時押しです。さてゲームの導入です。うまい利用方法としてはゲームコンソールの種類を限定することです。例えば家族と楽しむなら任天堂系とか格闘ゲーム系ならソニー系といった具合、ともかくシンプルにすることが大事。全部のコンソールを試したいならそれなりの手間と時間がかかることを覚悟しましょう。またラズパイの性能限界もあります。ラズパイ4ではプレイステーション2は今も今後も無理、任天堂64でもちょっときつい感じです。ところでゲームコンソールごとではなく汎用エミュレーターというのはいかがでしょう。MAME です。豆ではないですが、まあお好きに呼んでください。正式にはマルチプルアーケードマシンエミュレーターの略です。昔ゲーセンなどにあったアーケードマシンのエミュレーターが起源ですが、現在は汎用エミュレーターとして多くの環境で利用可能になっています。 MAME を利用すると最も簡単にゲームが始められます。要はコンソールに関係なくいろんなゲームが動く環境なんです。 BIOS 不要、 ROM だけですぐゲームが動きますし、 ROM を探し回ることもない。まず MAME の導入から話をしていきます。MAME 用の ROM は画面のインターネットアーカイブサイトで紹介されています。ワンストップで必要なものがすべて揃います。 30GB ほどある上にちょっと遅いサイトなんですけどね。ここで紹介されている ROM セットではファイルが略名なので、一目ではどんなゲームかわからず、同梱の XML でファイル名は確認できますが、何せ4000を超える量なので勘に任せて遊んでみましょう。ROM ファイルを ROMs フォルダー内の MAME2003 フォルダーに入れます。画面はバトセラーを Mac にマウントしてコピーをしている様子です。バトセラのメインメニューでゲームリストの更新を行うと、ホーム画面に MAME が表示され、すぐにゲームを試せます。大量のゲームなんですが、すべてがあなたの環境で動作する保証はありません。ゲームによって動作しても音が出ない、画面の一部が崩れるなどの問題もあります。お手軽なんですが、お気に入りのゲームが見つからない可能性はあります。いろんなゲームに出会うという暇つぶしにはなりますが、あと、MAME の多くのゲームは最初にコインを入れないとスタートしません。セレクトボタンがコイン投入になります。やっぱり好きなゲームコンソールで好きなゲームをしたい。そうですよね。以前の動画でもご紹介しましたが、この場合コンソールごとに BIOS と ROM を用意しなければなりません。 BIOS は画面の GitHub サイトで紹介されています。動作しない BIOS や入手できないものがあれば BIOS ファイル名で検索します。BIOS も多種あって、BIOS と ROM が不一致な場合、ゲームが動作しません。ROM はブラウザーで探します。PSP ROM、SNES ROM などでググれば、多くの紹介サイトが見つかります。紹介サイトでお好きな ROM を探しましょう。
メインメニューのゲーム設定で付属 BIOS を見てみると PSX の BIOS が6個必要のようです。Mac でバトセラをマウントして BIOS や ROM を入れてみましょう。ご覧のように BIOS ファイルは BIOS フォルダーに入れます。ROM ファイルを入れるのは ROMs フォルダー内の各コンソールフォルダーになります。ここでは MAME フォルダー内のMAME2003 フォルダーに ROM を入れています。複数のコンソールに ROM を入れて動作チェックをして正常動作を確認しました。嬉しいニュースですが、以前の動画で役立たずと言っていたスクレープが動作するようになっています。完全ではないんですが、9割ぐらいは画像表示できるようになりました。中には画像違うだろうというお茶目なバグもありますが、ないよりマシ。操作はこんな感じです。スクレープ元をザ・ゲーム DB に切り替えてスクレープ実行を選びます。以前スクレープが動作しなかったのはバトセラの問題ではなく、フランスのスクリーンスクレーパーが登録を停止するとかアクセス制限したためでした。なお MAME や NAOMI では画像がないことが多いようです。パッケージがないからですかね。次の話題はまたまたアーケードゲーム機なんですが、セガが開発したアーケード基盤に NAOMI というのがありました。ニューアーケードオペレーションマシンアイディアの略だそうです。で、NAOMIなんですが、これも大量に ROM が出回っています。前述のインターネットアーカイブサイトで NAOMI ROM セットで検索してみてください。 NAOMI の利用には事前に BIOS をインストールします。NAOMIを試した感想ですが、もともと課金ゲームばかりなので全般に高画質でクオリティが高いんですが、ゲームによっては音が出ない、動かないなど MAME と同様の問題があります。また専用ゲーム機由来なので、キーアサインの都合上手持ちのゲームコントローラーでは遊べないものもそれなりにあります。NAOMIとは別にサミーが開発したアトミスウェイブというのもあるんですが、今回はパス。ところで画面右下に時間表示があるんですが、タイムゾーンが間違ってるので直しましょう。 SSH で接続するか、ボンジュールでマウントしてバトセラコンフを編集します。両方やってみましょう。ターミナルを立ち上げて SSH root@batocera.local で接続。パスワードは Linux です。/usr/data/system/batoceraconf でファイルを開きます。中ほどの Language & Keyboard でシステム .timezone をAsia/東京に変更します。ボンジュールでバトセラをマウントしてれば、システムフォルダーのバトセラコンフを直接編集できます。最後に、今回検証用として作成したバトセラのコンソール構成と ROM の状況をご覧いただきます。
ご覧いただきありがとうございました。2月の誕生石はアメジスト、紫水晶です。18世紀にポーランドの宝石商が商売として誕生石を考案しました。2月といえばバレンタインデー。1970年頃、商売としてチョコを贈る習慣が生まれました。もう終わったけど、恵方巻きも2月、絶対商売目的。考えてみれば、2月はお金の季節なんですね。日数少ないのに。春夏秋冬、季節に関係なくお金のない G でした。ではまた次回。